今日はですね、シレンスワンというサイレントワンっていうのかな、ソフト申請を紹介したいと思います。今画面に出てきました。これはですね、私初めて買った有料のソフト申請なんですね。初めてというのもあって、かなりいろいろ吟味していろんなやつをこう比べて、買いました。それまではずっと無料の申請、フリーのソフトウェアばっかり使ってたんですけど、ちょっと有料のソフトのっていうのはどんなもんかなと思って、いろいろ比べて選んでたんですね。で、最終的に、買ったのがこれなんですけども、どの辺が決め手になったかというと、まあ基本的な音の良さですね。オシレーターの音の良さとか、それからフィルターの滑らかさとか、あと、まあ、音色が変化した時の、変化具合が自然かどうかとかね、まあ、その辺がやっぱり決め手になったと思います。でこのシンセの、基本的な構造はね、非常にシンプルで、なんていうか、ちょっと単純すぎるっていう気もするんですけども、まあそれを補ってあまりあるこの音の良さみたいなところがあったんで、それに惹かれました。今ね、外部コントローラーで、音色を変化させながら、手引きで弾いてるんですけども、基本的な構成はね、非常にシンプルで、オシレーターが4つ、フィルターが2つ、それからエンベロープ A4 が2つ、あとはまあエフェクトですね。で今エフェクトを全部外して弾いてます。それで、DAW の方のでディレイかけたりとかしてますけど、それ以外はほとんど何も外部エフェクター使ってないですね。で、ちょっとまあシンプルなパターンを再生しながら、ちょっとずつ音色をこう変えていくっていうことをやってるんですけども、今はですね、4つあるオシレーターのうちの、2つしか使ってません。というか、このシンセはですね、パート A とパート B と分かれてて、パート A が、オシレーター2つと、パート B がオシレーター2つとなってるんですけども、今はそのパート A の部分だけ使って音を流してますね。だからまあ画面で見えてるのが、すべてなんですけども、まあ非常に基本的な原産式のシンセですね。で今両方とも、制限波が鳴ってますけども、制限波非常に綺麗ないい音ですね。波形は本当に基本的な波形、まあ制限波以外はノコギリ波とか矩形波とかそんなのしか、あと三角波がとノイズですねぐらいしか入ってないです。だから結構まあ音色のバリエーション的にはそんなに
作れるものではないんですけども、まあでも非常にあの挙動がアナログ的というか、まあソフト申請の中では相当スムーズにこう音色が変化する方なんじゃないのかなと思います。今フィルターでレゾナンスをちょっと強めにかけたりとかしてますね。非常にあの綺麗な感じで、レゾナンスがかかると思います。でですね、このシンセのおしれた部分ですごくいいなと思うのは、あのデチューンの、部分ですね。ここが非常に綺麗にかかるんですね。あのいわゆるこうスーパーソー的な感じで、あの一つのこうオシレーターであのたくさん音が鳴ってるようなこうのができるんですけども、その感じが非常にこう、まあ、ナチュラルにデチューンがかかっていくので、そこら辺もこう結構リアルタイムでこうちょっとずつ変えていくと、うねりがこう変化したりとかですね、あの表情が出てくるんですね。あとはですね、まあ、LFO とか、それから、オシレーター波形の位相ですね。これを、固定にするか、フリーにするかっていうのが、決められるので、オシレーターの位相をね、固定してあげると、リトリガーっていうボタンがあるんですけども、そうすると、パーカッシブな音とか、そういう音とかですね、あとまあ DCO みたいな感じになりますね。いつも同じ場所から波形を読み出すんで、でここをリトリガーをオフにしてあげると、まあ、VCO 的というかちょっとアナログライクなこうフリーな感じになるんですね。で LFO も一緒で、 LFO もフリーにしてあげると、まあアナログ的というかこう揺らぎが出てくる感じになって、ここ固定するとまあちょっとこうなんていうかリズミックになるというか、まあ、同じ場所から必ずこう立ち上がるような感じになるんで、今オシレーターの左の方のオシレーターですね、これが空景波になってますね。空景波の音も非常に、いいと思います。ただまあ、このシンセちょっと1個だけ残念なのは、空景波 のデューティーサイクルですね、それが、連続的に変えられないんですよね。だから波形をこうまあ何パーセント何パーセントって3段階ぐらいで切り替えるようになってます。そこがちょっとまあ唯一なんていうかアナログシンセとかに比べるともったいないかなっていう気はしますけども、
まあでもやっぱりフィルターですね。フィルターがすごく、いいと思います。まあいわゆるあのアナログシンセのフィルターともちょっと違うんですけど、まあデジタルならではのこう切れの良さというか、こう硬質な感じもあるけども、こう耳が痛い感じではなくないし、やっぱり非常に滑らかな感じもあるんですね。これはやっぱりこのシンセの独特なこう個性じゃないかなと思います。まあ非常にこうシンプルな構成だけれども、それだけにこうなんていうか扱いやすいというか、うん、まあこの後いろいろ結構いろんなシンセ使っていましたけども、結構ここに戻ってくることが多いというか、非常にこうファンダメンタルな部分のよくできてるシンセじゃないかと思います。というところで、サイレント1もしくはシレンス1でした。オランダのシンセです。